京成線の全部の駅を巡る旅。今回はね、京成西浦駅第何番目か分かりますか、忘れましたけど、まあまだそんなに巡ってないんでね、何十分の20ですね。なんでこんな夜遅いのかっていうと、まあ午前中はいろいろやってたんで、いろいろやりすぎて、あ、ここ行かなきゃっていうことを忘れてしまったんで、しょうがないですね、これはもう、諦めましょう。ということで、西浦駅を見ていくんですが、なんか結構意外に綺麗ですよね、意外に。こんな感じで、新しめな駅舎。でも、ここに入ってくるにはちょっとね、路地裏っぽいものを通ってこないといけないんで、ちょっと分かりづらいかもしれませんけど、まあ、JR 西船橋駅から京成西船橋駅まで歩いてみたっていう動画出してるので、ぜひねそっちをね見てここまで来れるように頑張ってください。すごいですよね、階段を数段登ったらもう駅ですからね。まあこれもちょっとあるあるですよね。まあそういうもんなのかな、うん、しょうがない。あとなんだろうな、ここに来る電車は普通しかいないんで、そんなに賑わってないですね。あ、ここに地下道もあると。地下道もあると。なるほど、なるほどですね。ここからあっち側に行けると。踏切通んないといけないですからね、めんどくさい時は。ここに JR 西浦橋駅の駅へのなんか道のりが書かれてますね。もう本当にまっすぐ行けばもう着くんですよね、本当に。まあちょっとカーブありますけど、まあ、カーブはまあなんとかしてもらえればいいと思うんですよ。そんな分からないものではないんですよ、本当に。まっすぐ行けば着くんで、まあ途中で曲がったりしますけど、それ以外を除けば、うん、問題ないって感じですね。じゃあとりあえず改札入りましょうか。改札はこんな感じ。てか前ここ紹介したんですよね、地味に。停止位置が意外に短い。この先に行っても長い電車は止まりませんからね。6両編成だったら一応先の方にまで一応帰ってありますけど、この停止位置ですね、この停止位置3つ目のところまでが6両編成来るんでしょう。まだホーム伸びてるんですよね。なぜかホームが伸びている。今度は京成西浦、東中山は快速路停車駅ですね、隣ですけど、まあここのなんだろうな、東中山と京成西浦の位置間はとにかく短いんで、結構特急とかになってるともうすぐ着いちゃう感じですね。1分未満で着いちゃう感じなんで、ぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。本当に45秒ぐらいでもう次の位置着いちゃうんで、もう注意深く見てもらって見たら面白いんじゃないでしょうかね。でここなんと 8両のね、対応のねあれが置いてあります。意外ですよね、ここも8両編成止まれるんですよ。てか京成本線内で8両編成対応してない駅って、実は開始駅と中山駅だけですよね、京成中山だけなんですよ本当に。そこさえ対応すれば全で各駅停車が8両編成で運行できるですけどね、まあ難しいんですよ、それがなかなか。今も普通やってきましたが、これも6両編成です。8両編成の普通電車は高砂から上野間しかありません。あとおしゃれ線とかそれだけなんです、実は。案外普通の8両編成運用は本当に少ないですよね、本当に。8両編成は優等運用だけって感じですね。うん、だからそんなに何だろう、気になるわけでもないんですよね。
6両編成だからどうしたって話ですよね。まあ6両編成でも改札の運用一応ありますね。あの朝と夜に何本か、2本ぐらい平日と土曜日にもありますし、問題はないと思いますけどね。もうすぐあの電車もうすぐもうあの東中山ついてるんですよね。素晴らしい。でもここもう辻野駅が東中山なんで、東中山駅は太平駅があるのですぐも通過電車行っちゃうんですよ。これはびっくり。もう1分経ったらもうすぐ通過電車が来るみたいな感じですよ本当に。いや恐るべき過密だ。でも通過電車がもうあるんでね、まあどんどんなんか幅寄せみたいで、なんか煽り運転みたいなことをしてるのは仕方ないですね。やってきました。何系だあれ、3100系か。すごいですね。いや3700か。特急運用でしたね。なるほど、特急でしたか。でもこの時間帯は快速今なかったはずなんですよね、残念ながら。いや快速特急か、快速ある、快速特急がない気がした。快速特急は下り方面にまだたくさんある。まだそんな感じですかね。多分あ通過電車だ、これも通過電車ですね。あの東中山で退避絶対するんでね、あの京成は日中はおろか朝夜全部東中山で退避する。退避しない各駅電車は多分いないと思います。そんぐらいも東中山で退避するんですよね、日中いつでも、いつでもどこでも退避するんで、本当に退避所としては見どころですよ東中山駅は。快速特急ですね。あの快速特急が行った後にすぐ各駅が来ます。本当にもう快速特急が行かないと各駅が来ないみたいな感じですよ。もう そんなダイヤです。だからもう踏切が閉まりっぱなし。いやーちょっと沿線自治体には、沿線民にはちょっと申し訳ないんですよね本当に。これがもう来ますよ、すぐもう来ます、すぐ。あの通過したらすぐ発車ですから、各駅停車700何十メートルぐらいしかないですよね、ここの駅間。なので本当にあの開かないんですよね、びっくりなことに。いやーこんな駅があってもいいのかって。いやあるんですよ、ここなんですよ、京成西浦駅。本当に快速が行ったら、通過電車が行ったらすぐ各電車がやってくる、そんな駅です。じゃあ今回はここで終わりにしましょうかね。ご視聴ありがとうございました。3500キロでしたね。でも駅が新しくリニューアルされていたことには高評価ですね。ありがとうございました。